最近はデジタル社会になりまして、新聞などでも AI とかチャット GPT、X とかメタとか、銀行までもネット銀行、なかなか目まぐるしい社会になりまして、私どもは Z 世代の若者についていけず、四苦八苦しているこの頃でございます。さて、今日はちょっとタイムスリップしていただきまして、義理と人情のお話をさせていただきます。江戸の中頃、木曽三十切り岸の台に美濃村という小さな村がございました。そこの百姓二兵には男の子が二人、兄の次太郎は悪の道へ育ってどこへ行ったか行方知らず、それに引き換え男の次三郎は正直者で親思い。この次三郎が二十歳になりました時に手放した伝旗を受け返そうと、江戸は日本橋大伝馬町の呉服問屋佐渡屋一右衛門という大店に奉公いたしました。次三郎は、お盆の上の豆のようにくる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 とよく働きます。暇を見つけては草履やわらじを編んで、それを主に渡しいくらかのお帳目をもらいますと、それをしっかりと貯めて主に預けます。お帳目っていうのはお金のことでございます。月日の経つのは早いもので、1年、2年、3年が経ちました。次三郎や、へえ、旦那様、何かご用でございますか。今日はほら、お前に預かったお金を利回りのいい方に回していたら、ほら、35両だ。これに今までの給金とよく働いてくれた褒美を合わせて、勘定よく50両だよ。え、旦那様、ごでございますか。はあ、ぶったまげやしたの、馬の日だ。馬の日、馬のおならはびっくりするほどでっかくて、相馬が驚いて飛び上がるほどでございますが、旦那様よ、おらの田んぼだけじゃね、人様の土地まで買えました。そうかい、それはよかった。それじゃこれを持って国へお帰り。ありがとうございます。とったまとっかを喜ばせてきました。店の者に華やかに贈られて、次三郎は江戸を立ちました。泊まりを重ねて木曽街道。どこでどう間違いなのか。山、また山、また山。日が暮れてあたりに気を配ると、遥か彼方にちらちらと見えるともし、ああ、人家だ、地獄に仏がここだ。ようをたどり着いた一軒家。ごめんくだせ。ごめんくだせ。ちょっくらおたのに申しますか。はい、どなた。おかみさんでござらっしゃいますか。ほら、道に迷って困っておりますか。あ、止めていただきとうでやすな。お気の毒ですが、お断りを。そげなじゃけなこと言わねえで。いいえ、ここは世にも恐ろしい捨て丸という俗の趣味か。持っているお金はもちろんのこと、命までも。ここ、泥棒の死にかけ、失礼しました。林お獣を行きかけたとき、旦那方、ちょっとお待ちください。途中で夫に会ったら大変です。とにかくこちらへ。夫に見つからないところへお止めしましょう。女は次三郎を押し入れの奥へと入れて、ピタッと戸を閉めた。しばらく経つと捨て丸が鉄砲を小脇に戻ってきた。おう、うまくいったぞ。あなたお帰りなさい。おう、あれは日暮れの頃だ。年の頃は二十の四五の若造がふらふらしていた。懐に50両あると睨んだ。他に行き場で来てるだろう。え、そんな人私は知らないよ。やろう、てめえ、いつもの仏心を殺しやがって逃がしやがったか。いきなり髪をつかむとその場に引きずり倒し、怒りに任せて打ち始めた。女は悲鳴を上げますが、次三郎をかくまったと言いません。
押し入れの中でじっとしていられたものですが、あまりのことにたまりかねて飛び出してきました。ちょっくら待て、泥棒。やっぱり来てよかったか。おめえは兄かじゃら、こんな優しいおかみさん怒ったりしやがって。お前が出てくりゃ、ぶちやしねえよ。さあ、誰が持っているものをそっくりここへ出せ。出てくるからには全部出そうと思ってるだからに、その哀れなさんか、ほら、ここに50両あります。哀れのにらんだ通りだ。時にどうよ、ほら、お神様に頼みと。あるだ。なんだ。ほら、これから山ん中、ふらふら歩くで。熊が出てきたらお金だから。この間も熊にやっつけられたって話聞いたべ。泣き坊主でも出馬坊主でもいいだ。なんか、熊をおばらものくれねえか。そうだな。そこの戸棚を開けてみろ。どうしようね、赤上に。赤いわしが五六本転がってるはずだ。どれでもいいよ、持ってき。そうだな。ほら、この一番長いのもらってくれ。おかみさん、迷惑かけてすまんかったな。命があったらまた会いますべ。金がなくては故郷へ帰れませんから、自作の方は江戸へと帰り、再び佐野屋を訪ねました。びっくりしたのは主の一右衛門。どうしたんだ、じいさぶろう。旦那様よ、たまにやしたぞ。の中にも悪いやつがござるもんで、おらの金取っちゃいやした。向こう様は金持ちで、おら、貧乏だ。旦那様よ、またどうぞよろしくお願い申します。ああ、ひどい目にあったな。三三郎、お前の腰にある長いもんは。これでやすけ、泥棒野郎にもらってきやした。もう、ちょっとここへ出してごらん。多少同権人目の利く一右衛門。三三郎、これはことによると、十両ほどで売れるかもしれないよ。どうだい、私に任せてみるかい。え、お願いしました。それから、刀屋へ振り絵出して10日余り経つと、研ぎ屋の右兵がやってきました。旦那様、これはえらい掘り出し物でございます。これはこと、波の平雪安でございます。おお、これは実は泥棒屋敷にもらったんだよ。これこれ、しかじか。自作郎の方針に報いてやりたいんだ。どこか良い売り口を探してくださいよ。これがえらい評判になって、ある日のこと、上杉家のご家老、長尾権四郎という方が佐野館を訪ねてまいりまして、この刀をご覧になりました。名刀じゃのう。これは天が、俗捨て丸の手を借りて、後進に賜ったものであろう。上杉家で、お買い上げになるぞ。なんと、なんとなんと、この刀が200両で売れました。じいさぶろう、あの刀が200両で売れたぞ。はぁ、ぶったまげやしたぞ。うまめな。再び故郷に戻ることになったじいさぶろう。のんきなもので金を懐へ入れると、途中徳の住処へとやってきた。ここだ、ここだ。ごめんください。おかみさん、ござらっしゃるか。はい。あなたはいつぞやの旅の方。おかみさん、達者でござらそったか。わしゃ、おかみさんの恩義が胸に染み込んで忘れられねえ。ありがとうございました。ん？あれ？どうもやろうはどうした？から敷居につまずいて倒れたのがもと。雨悪いだか。そんじゃ直
かお見舞い申すかな。すっかり痩せ衰えた捨て丸は自殺を見ると震える手を合わせている。どうよ、おらの金を取ってうめえこと言ったと思ってたか。ダメだぞ、お天道様ってのは洗濯物かかったり寝てるんじゃね。いいことと悪いことを見極めるために出てるんだ。おら、我にもらったさび刀200両だ。そうだな、おかみさんのためにも我に病気に毎として半分やっから、これでいい薬を買って達者になってまっとうな暮らしをしておかみさんと仲良く暮らしなせ。真心を込めて語る自作のをじっと見つめていた捨て丸の両目から涙が止めどもなく流れた。はっ、頼るよ、おめえさんはなんて心の優しい人だ。人間じゃねえ、神様だ。俺は初めて無用の光だ。食べるな、人の善が分かった。おめえさん行って、どこの人だ。俺か、あれは美濃村の女だ。小さぶるって言うだよ。小さぶろ、そんじゃおめえのとっさま、じいへえどんどうしたのか。そうだ、それを知ってるおめえ、にし、おめえは弟じいさぶろうか。俺は兄のじいたろうだ。え、おめえさま、にしさまか。お懐かしゅうのでやす。懐かしゅうでも、おめえさま、泥棒だ。さすぎねえな。にしさま、過ちは改まるに分かることなかれと申しますが、おらと一緒に振り切ってください。とっさまとおっかに詫びをしてやるな。おめえの親切はありがてえだ。おら、根っからの悪党だ。今さら、どの面下げてやるのか。親には言ってくれるな。慈悲だったもん。それから夜更けるまで腰固い育成について話し合って枕に着いたが、真夜中に突然迫るが山形名を抜いて脇腹へ。にしさま、弟よ、いくら改心したからといって罪は消えねえ。腹を切って申し訳をするのだ。今の俺を運別だ。投げてくれるな、よく頼む。自作郎は残された兄嫁の手を引いて国へ帰りました。その後自作郎は手放した電波田を受け返し、後年は幸せに暮らしました。一方上杉家ではお買い上げになった波の平にピアス、これは無名でございましたので金で捨て丸と名を入れて、親に報告をすると周り回ってこのような幸せがあるのだとの教えにこの刀を使っていたということでございます。名刀捨て丸の由来の一節。